ただいま。帰ったぜ。帰ってきた。おかえり。いいタックルだ。キア、いい子にしてたか。サイトと一緒にちゃんとお留守番してたよ。図書館の本も3冊読んじゃった。へえ、そりゃすごいな。子供向けの本とはいえ午前中に3冊も読んじゃうなんて。やはりこの子はかなりの情報処理能力を持っているのではないかと。将来がすごく楽しみです。まったく、揃いも揃って親バカ連中だな。って、俺も人のことは言えねえが。え？それよりキーヤ、お腹が空いちゃった。昼ご飯にしよう。そうだな。今日の当番は俺だけど、みんな、パスタでいいかな。うん、いいわね。ロイドさんの料理でしたら私は何でも。おお、俺のは大盛りにしてくれや。了解。ロイドがご飯作るの？それじゃあキーヤも手伝う。キーヤちゃん、料理なんてしたことあるの？ひょっとして何か思い出したとか？さっき読んだ本の中にコックさんが出てきたから。作ってた料理がすごく美味しそうだったの。なるほどな。それじゃあせっかくだからキーヤに手伝ってもらおうかな。うん、レッツゴー。さてと、何のパスタにするかな。アルモリカ産の卵とベーコンがあるからカルボナーラでもいいし、リベール産のアサリ缶もあるからボンゴレとかもありだよな。いや、ここはナスを使ったミートソースあえといくか。よし、せっかくだから新鮮なうちに卵を使っちゃおう。さてと、それじゃ。ねえねえロイド、キーヤ何を手伝えばいいの？じゃあ今から言う材料を持ってきてくれるか。俺はパスタを茹でる準備をしてるからさ。ねえねえロイド、まだできないの？もうちょっと。パスタは茹で加減が肝心なんだ。ちょうどいい茹で加減で引き上げて、フライパンでカルボナーラソースをたっぷり絡めてから胡椒を散らす。それで出来上がりってわけさ。そうか。うまくいかないと思うけど、ま、フォローすればいいか。よし、それじゃやってごらん。ただし火には気をつけて。茹で加減で引き上げてフライパンで、はあ、やっぱり無理だよな。
ま、キーヤが作ったものなら多少失敗してもみんな喜んで。うん、わかった。え？うん、できた！おお、すごいじゃないか、キーヤ。すごく手際が良かったけど、どうやってわかったんだ？なんか頭にひらめいたの。やり方間違ってた？いや、俺よりむしろ手際がいいくらいだったよ。キーヤ、実は料理やったことがあるんじゃないか？そうなのかな。まあいいや、お腹空いたからみんなで食べよう。おいおい、うまいじゃないか。これ本当にキーボーが作っちまったのか？下ごしらえまでは俺がやったけど、茹でてからの調理は全部キーヤがやってくれたんだ。すごいです。お店で出せるほどの味だわ。キーヤちゃんすごすぎる。美味しくできてよかった。ひょっとして料理人の家の子なのかな。親御さんがいるなら今頃心配で仕方ないだろうけど。そうね、でも仕方がないわ。遊撃士協会の情報網を頼っても未だ情報がないくらいだし。よほどの辺境出身か、それとも。ん？まあその辺のことは考え出したらキリがねえさ。手がかりが見つかるまでうちの子ってことでいいだろう。そうだな。しかし課長も留守ってのはついてないよな。せっかくのキーヤの手料理を食べる機会を逃しちゃって。警察本部で会議ですか。このところなんだか多いですね。そうね、何かあるのかしら。通信だ。誰からだろう。エニグマにかかってこないってことは課長やフランちゃんじゃなさそうだな。はい、こちらクロスベル警察特務支援課です。あ、ロイドさん。ノエルです。警備隊のシーカー総長です。ああ、久しぶり。一月ぶりくらいかな。どうしたんだい、支援課の方に要件でも？ええ、実はその個人的に支援課の皆さんに相談したいことがありまして。個人的な相談？ああ、個人的といっても仕事の範疇ではあるんですけど、その、すみません、いきなりこんな連絡をして。いや、ちょうど昼時で休憩してたから構わないよ。今どこにいるんだ？よかったら直接話そうか。ああ、待ってるよ。そうだ、よかったらランチでも食べていくかい？パスタでよかったら簡単に用意しておくけど。いえ、そこまでは。すみません。
よかったらお願いします。了解。それじゃあ急いで来てくれ。はい。誰からの連絡だったの？ああ、ノエル総長だった。なんだか俺たちに相談があるみたいだけど。へえ、珍しいこともあるもんだな。なになに、誰か来るの？ええ、警備隊のお姉さんです。警備隊？ランチがまだみたいだから追加でパスタを茹でておこう。キア、また手伝ってくれるか？ごちそうさまでした。すごく美味しかった。これ本当にキアちゃんが？うん、そうだよ。下ごしらえだっけ？それはロイドがしてくれたけど。いやいや、それでも十分すごいよ。キアちゃんの噂は普段から散々聞いてたけど、まさか可愛い上にこんな特技まで持ってるなんて。フランはキーヤのことすごく気に入ったみたいだからな。端末で話すたびにキーヤと話をさせてほしいっていつも頼んできてますよね。うちの妹、可愛い子には目がないんで。ねえねえ、ノエルってフランのお姉さんなの？そういえば髪の色が同じだし顔もそっくりだね。そうかな。私はあの子みたいに可愛いタイプじゃないけど。あっと、危うく本題を忘れるところでした。その早速話をさせてもらってもいいですか？なあ、構わないよ。確か参道の外れにある遺跡についての話だったか？ええ、それが。幽霊が出る遺跡だって？そうなんです。正確に言うと幽霊というか言い伝えの化け物というか、とにかく見たこともないような不思議な魔獣が出没していて、当初調査に当たっていたベルガード門の部隊は撤収。タングラム門のお前さんたちにお鉢が回ってきたってわけか。ええ、それで昨日何人かの隊員と調査に入ってみたんですけど、気味の悪い魔獣ばかり現れてみんな腰が引けてしまって。ちょっと待って、もしかして幽霊退治の手伝いを私たちに？いえ、あくまで遺跡内部の調査が目的なんですけど、やっぱりダメでしょうか？遺跡の調査と言われても俺たちもどうすればいいのかさっぱりわからないけど、君がここを訪ねたってことは何か心当たりがあるんだな。さすがはロイドさん。実はその化け物と戦った時なんですけど、オーバルアーツの聞き方が普段と違う感じがしたんです。なんだって？それってもしかして？以前このメンバーで入った星見の塔と同じ。時、空、幻の上位三属性が働いていたような感じですか？
あの時のことを思い出しちゃって。それで皆さんにも見てもらってご意見を伺えないかなって。なるほど。それで支援課の方に。皆さんお忙しいのは重々承知しているんですけど、このままだとまた司令閣下が放置しろとか命令してきそうで。まあ、あの事なかれ趣味の司令だったらありえそうだな。みんな、せっかくだから総長に協力してみないか。市外の活動にはなるけど、なんだかちょっと気になるし。そうね。私の方は異存ありません。俺の方も問題ないぜ。お嬢の方はどうやら気乗りがしないみたいだな。そんなことありません。幽霊が怖いなんてそんな子供みたいな。語るに落ちたか。エリー、幽霊が怖いの？そんなことないのよ。ただその得体の知れない相手は慎重に対処すべきというか。無理もないですよ。私も任務じゃなかったら進んで調査したいとは思いませんし。でもこのまま何もなかったことにされちゃうのはなんだか納得できなくて。その気持ちはよくわかるよ。なんならエリーは留守番してくれてもいいけど。わかった、わかりました。私も行きます、行きますとも。エリーさん、やけくそですね。やれやれ、無茶しやがって。それはともかく、他の支援要請も来ているけど、そちらの方はどうするの？そうだな、そっちを片付けてから総長と合流するってのも面倒だし。うん、それなら今日一日私も皆さんにお付き合いさせていただきます。警備隊の車両に乗ってきたので好きな場所にお送りしますよ。え、いいのか？ええ、もちろんそのくらい。皆さんの用事が済んだら参道外れにある遺跡に向かうってことでどうですか？なるほど、効率的かもしれないわね。車で送っていただけるのは正直ありがたいですね。へえ、一家の気分が味わえるってわけか。決まりだな。キア、午後からまた出かけるけど、サイトと一緒にちゃんと留守番できるかい？うん、大丈夫。ロイドたちも幽霊退治頑張ってね。警備隊の車両は町の北口に停めてあります。自治州内であればどこでもお送りできると思うので遠慮なく行ってください。ああ、わかった。例の遺跡っていうのは参道にあるトンネルの途中から分岐した先にある遺跡だよな。以前遺跡の入り口前まで行ってみたことはありますね。その時には警備隊のバリケードで封鎖されていましたが。ええ、そちらは道が悪いのでトンネルの途中からは徒歩で行くことになりますけど。そんじゃ用事を片付けたら参道のトンネルまで行こうぜ。はあ、幽霊が出没する遺跡か。
Ooh.
Thank you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 .